とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今シーズンのタワーも、釣竿で攻略していきましょう。18階からが難しいので、とりあえず、ボスと18階から、それを移していきたいと思います。今回、早めですね、4階の報酬で釣竿があります。では、行きましょう。それでは、ボスですね、15階ボス、こんな感じになってます。魂の採数を、95まで商人で上げてます。アーティファクトシナジーがついたのね。でスノーアーマーとバーストクロスボウ、ミスった追い打ち入れるの忘れてた。まあいいや、とりあえずこんな感じです。商人でね、ボール上げたいかなと思ったんだけども、まあ火力特化にしていった方がここは間違いないかなと思いまして、そうしてます。まあ余裕すぎ余裕すぎ。18階まで行きます。18階到着、行きましょう。18階も釣竿だったら、余裕です、おそらくね。全く問題なく倒せる。で弓はもうこのまんま使っていこうと思います。火力の弓じゃなくって、おそらく回復をする、補助的な弓にしていった方がこれは向いてると思うので、このまんま行こうかな。いつもならね、トムクロスボウを取っていくところなんですけども、多分いらない。むしろ回復していった方が安定すると思う。あれ？あれ、いない？あれ？敵がいない。あ、いたいたいた。迷子さんが一人いた。余裕です。むちゃくちゃ余裕。もう、アーティファクトもこれで完璧でしょう。ドラ、釣り竿、愛のメダル。もう、これで変えることないよな。変える必要がないもんね。いけ。いや、余裕すぎ。いや、今シーズンね、釣り竿間違いないですね。間違いなく最適性。いや、毎回好きなんだけどね。釣り竿があると、余裕すぎるんだけども。今回も、まあ、間違いないですね。はい、愛のメダル終わり。はいはい、どんどんいきましょう。もう全部いらない。まあ後で出てくる防具は取ろうか。防具はね、防具だけは取りましょう。 OK、 いいね。風使いめんどくさいけども、もう突っ込んでいって一気に処理しちゃえば問題ない。早っ早い。これアップドラフトとか下手に使うよりも全然早くいけますね。おしまーい。これ23分とかそれぐらいで周回できるような気もする。んで、ここは、いやー待てよ。いや、いいか。どうせね、25回ぐらいの報酬で武器は変えるんですけども、いいかな。ボス戦としてこれ持っておきましょう。速攻倒す。はい、だよね。早い、むちゃくちゃ早い。でここコブ取らずにいきましょう。いや、いらないわ、いらない。このコブじゃなしに、これで流れ込む魂で回復していった方がこれもう間違いないですね。間違いない。 OK、 他にエンチャントも別にいらないし、いけ。早っ。
OK。 待て待て待て、危ねえ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 、あいつらだけはちょっと倒しにくいからね、気をつけとかんとね。 OK、 いいんじゃないので、こっちから回って残り 2,3 体いるかな。これ25回の報酬で確かカトラスだよね。あれが出るともう無敵になるな。あ、闇のアーマーね。うん、闇のアーマーに、いや最後の叫びいらないないらなかったな。いいです、このまま行きましょう。カトラスはちょっと、エンチャントポイントたくさんいるので取っとこうかな。いけー、よし。凍結してもね、攻撃速度が変わらないっていうのがいいよね。凍結してても全然余裕っていうのが、こういうやつらを倒しやすくていい。上から行こう。うん、上から行った方が行きやすい気がする。こいつらがね、めんどくさいのよ。危ねえ。おい、よし。あー、あいつ変なとこ嫌がる。あんにゃろ。よし、変に時間使うとこだった。で、ここね、ここ25階がね、面倒なのよ。25階面倒。敵がね、変にね、ゆっくり湧くし、で、下にエンチャンター2体いて、うん、そこに溜まってる敵にね、エンチャントして倒しにくいし。で、あと、ここに、クリーパーがね、あとで2体湧くんだけども、あれがまためんどい。ほんとに。気づかなかったらね、やられるもんね。でもこれだったら、こう、ブンブン振っとけば、倒せるんだよね。うん、便利。よし。で、あと2回湧いて、下に行けば、OK だね。はい、湧いて。よし。で、ここもね、上から行った方がね、安全なんだよね。いやいや、多分、この装備だったら、上から行くも下から行くもそんなに、変わりはないと思うんですけど。まあ一応、こっちから行こう。チェイ！はい、早い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 。足、やっぱあれね、流れ込む魂が優秀すぎる。はい、いや、で、ここだよ、カトラス。これがもうね、最強すぎるんだよね。これの、旋風衝撃波で、虚無でいいね。虚無は1、いや、ダメージ変わったな。ダメージ変わった。1、3で変わりないかを検証してみたところ、うん、あの連射で使ったとしてもダメージは変わるのよ。やっぱ3の方がダメージが何パーセントかね、上だったんだよね。なので、まあ、妥協せずに3を入れていきましょう。 OK。 どこだったっけ、違うか。ネクロマンサーが出る場所があるんだね。下か、あ、そっちか。俺全然見当違いなとこだった。あいつ逃がすなよ、逃がすなよ。逃がすと面倒になるので、よし、終わり。
やっぱりカトラスはいい。カトラスいいよ。でここもまあまあレース地獄がなかなか難しいけども、難しくはない、いや難しいな、うん、僕らちゃうとどうしてもやられるね。 OK、 これを簡単に突破できるっていう点で、あっ、じゃあ、うん、うん、衝撃波ビームで、あぶね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 、超食らう。よし、あぶねえ、ははは、遊んでたらやられる。で、こっちに、2体でおしまいね。で、28回が商人で、29回クリアして、ボス、まあボスはね、まあまあもちろん余裕です。剣に、いや変えなくていいよ。変えなくていい。途中キノコあったから魂のナイフにしてもいいけど、いや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 、カトラスよやっぱり。間違いなくカトラス。で、名もなき刃。そこまで攻撃力上がらなかったね。うん。でもまあその若干のね、攻撃力アップが、強くなるのよ。オッケー、実験。やっぱこの攻撃速度でビームを受けるっていうのは強みだ。よし、であと1回湧いてエンダーマイトで終了ですね。よし、はい、ボスまでね、サクッと倒しちゃいましょう。まだいるんかい。29回おしまーい。倒して終わりですね。まあまあドラ使って速攻でシールド破壊できるかな。いけるね。いや速攻でもなかったけど、はい、今シーズンはやはり釣り竿めちゃくちゃ使えます。連射器持ってる人はぜひやってください。速攻だと思うよ。25分以内で全然いけると思います。お、使える、最強が作れますね。手持ち花火のリフレッシュ3、うん、いいんじゃない。でメイス、うんうん、まあこれはもうもちろんこれでしょう。すでに持ってる気はするんだけど、はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。